鈴木福の耳より広島。広島市民の皆さんに暮らしに役立つ耳寄りな情報をお届けしている鈴木福の耳寄り広島、キャスターの鈴木福です。今回の耳寄りな情報はこちらです。来月9月18日は敬老の日ですが、実はこの日にあるものを送ってみてはという取り組みがあるんです。ちょっと意外なものなんですが、一体何なのか学生レポーターの横尾さんが調べてくれます。はい、私は今家電量販店に来ています。敬老の日に送ってほしいものというのがこちらにあります。防災グッズ？こちらは防災用品が並んでいますが、こういったものを敬老の日に送ろうということなんですか？はい、9月1日から21日まで消防庁が実施する住宅防火防災キャンペーンですが、期間中に敬老の日があることから、高齢者を対象とした住宅防火対策の一環として、こうした住宅用防災機器を送ろうという取り組みです。住宅火災による死者のうち、65歳以上の高齢者の占める割合はおよそ7割となっています。高齢者を火災から守るためのポイントがあるそうです。その1、住宅用火災警報器を点検しましょう。住宅用火災警報器を設置することが義務付けられていますが、設置から10年以上経過しているものも多く、電池切れや故障することが考えられます。そのため定期的な点検が必要になります。その2、住宅用消火器を用意しましょう。火災が発生した時に消火器で初期消火を行うことは、被害を最小限に食い止めるためにも非常に重要です。高齢者でも扱いやすいものも販売されているので、そのような器具を備えておくことをお勧めします。その3、防炎品を使いましょう。死者が発生した住宅火災で最も多い出火原因はタバコによるものです。また調理中にコンロの火が衣服に燃え移って亡くなる高齢者もいます。枕や布団、パジャマやエプロンは燃えにくく作られた防炎品の使用をお勧めしています。敬老の日には火の用心の贈り物だったんですね。私もおじいちゃんおばあちゃんが火災の被害に遭わないよう、身近でできる対策を教えてあげようと思います。福さん、いかがですか？避難所へ号は、避難情報が発令されたときに最寄りの避難所へのルートを表示できるアプリです。その他にも様々な機能があります。大雨に備え、ぜひダウンロードをお願いします。番組では以前も住宅用火災警報器についてお伝えしましたが、天井についているので高齢の方が自分で点検するのは大変ですよね。僕も敬老の日はおじいちゃんおばあちゃんのお家に行って、警報器の点検でもしてみようかと思います。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントします。番組ホームページから応募してくださいね。ここをカメラで撮影するとおみくじが引けますよ。何が出ましたか？それでは良き1週間をお過ごしください。また来週。